ハルビバリー初公演、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田信義です。本日もこちらですね、道頓堀1丁目にございますマスタイブルの4階ロックカフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森田信義です。吉本新喜劇日夜頑張っております。私、森田信義、毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですねパートナーのことを昔グローバルな情報から半径20センチ内の小さな話題までを皆様にお届けするバラエティーとんだ1時間となってございますのでまして、昨日までですね、内場兄さんの座長週がございましてですね、それが最後の内場さんの週でございまして、お話ししたいこと山ほどあるんですが、今日のゲストの方もですねたくさんとお話を聞きたいことがありますので、その後にですねちょっとゲストの方と一緒にお話したいなと思うんでございますけども、今日は久しぶりにというか1年半ぶりぐらいですかね、人間ドックになるものに行ってまいりまして、ずっとなんか健康保険の、40歳超えたらちょっと安くでできる1日人間ドックがありまして、それに前もそうやったんですけど行ってみまして、それを1年間私紙が来てたんですけどなくしてまして、どこ行ったかなってやっとこの間見つかったんで行ってきたんです。でバリウムをね飲みまして、この番組でもね前お話しさせてもらいましたけど、バリウム飲む前にこう炭酸みたいなやつを飲んでね、水飲んでぶわっ膨らました状態で、右に3回ねコロンコロン寝転がってください言うて、でなんか説明の仕方がよくわからないんですよ。もう僕は今こうなってたら前向いてくださいは、前向いてくださいはこうですよね、左斜め前を向いてくださいはこうなんですけど、寝転がってる状態で左斜め前を見てくださいになる、その前がこうなるでと、わかります？言うてることわかりますかね。今この状態で前はここですけど、寝てる状態の前はここなのかここなのかがわからないんですよ。わかります？これね、前向いてくださいって、ほんと起きなあかんやんって思ったりとかね、あと右に回ってくださいって言われたらいいんですけど、こっち側はガラス張りになってまして、お姉さんがこう操作してこう取らはるんですけど、コップがここに置いてありましてね、コップの方を向いてくださいって言うんですよ。コップの方を向いて、でもすいませんが私の方を向いてくださいってねこう向くんですけど、いや右向いてください左向いてくださいってええやろと、なんでコップの方とか言うんやと、わし右左分からへんと思われてんのかなっていうね、そんなこんながあったんですけど、もうバリウムだけが本当にしんどくて、その後下剤を飲まされるんですけど、その下剤を飲んでからまだ、3時間か5時間の便通がなければもう2錠下剤飲んでください言うてね言われたんですけど、まだそんなに出てないんでね、もしかしたらこの収録中に私可能性があるという状態でございまして、もうその時は本当にこのゲストの方につないでいただかないといけないという状態でございまして、早速ですね、5分後でいいよって言ってるのに10分前に来てくださいまして、なので早速お迎えしたいと思います。安尾慎之助さんでございます。どうぞお邪魔しますか。聞かれても、はい、告知をバンバンとしながら全力に告知をしながら、はい、もうチケットございません。え、ないの？嘘です。あ、嘘かよ。嘘かいな。めっちゃあるです。めっちゃあるの。めっちゃあるのもめっちゃあるであかんすけどいやいや、この告知をね、はい、お金で来ていただきましたありがとうございます、はい、本当に、またこれ後で時間を設けさせていただきます。人間ドックの話、はいはい、してましたけど今させていただきます。はいはいはい、僕もほら兼業、はい、する前にめちゃめちゃした後に、はい、お願いしますって出されて、はい、こんなもん出るわけないからーみたいな、意外と出るねあれでもなんなんあれ、あ、不思議なんですよね。出るよね、はい、朝7時から絶飲食やったんですよ。もう食わない飲まないやったんですけど、出るものがないじゃないですか。朝証明してもってるから、で、上田検便みたいなね、じゃあ便を取ってやるやつも、やっぱ便だけ出すってことできないんですよ。一緒に出るじゃないですか、やってもって、後でまた出んのかなって。出ますね。出るやんなんやろねいや、もうちょっとでいいから、もう無理やって、あ、出る出る出るまあまあ出る。なんか 50cc ぐらいでやって、この50のラインまで、いや、こんなんも出るかな思ったけど結局こぼれそうなくらいでめっちゃあかんかんかん言うて、ちょっと通せなあかんみたいな。意外と出る、意外と出るね、もう、ね、あの現状のところもこうカシャってここ入れて閉めるみたいなあるんですけど、なんかこの閉めるやつがなくて開けっぱなしの状態で置いとくんですけど、その横にまた別のおっさんも置くっていうなんか尿が並んでるってちょっと嫌やなって思いました。
人間ドックは行かれるんですね。うん、いや人間ドックは行けへんけども、健康診断、健康診断とかでね、あのたまに尿検査しましょうかみたいな。さあ尿検査しましょうとか、そんなならないでしょ。さあやりましょう。いやそうやってならないでしょ。だからね、もうほんまにやっときましょうか。やっときましょう。さあ、じゃあ安尾さんの尿検査でございます。ないです。じゃあ早速。行ってきます。いや行ってきますね。あのその盛り上がる前にちょっとやっていただかないことがありました。はい、この文言をちょっと読んでいただきたいです。このえあこれ読まなあかんのですか。読まなあかんさ、はい、いや聞かれても、はい、路上の違う路上じゃない。最近ね、はい、最近ちょっと老眼なんかね。老眼ですね。それは、はい、格上の、はい、やね、はい、そうですそうですそうです。旅行を、はい、格安で、はい、光栄、ワールドベンチャー。ありがとうございますね。路上の旅行ってホームレスでございます、ね。格上全く調べる、はい、全く調べる必要もなく、はいはい、Google マップで隙間なんか空き地を調べたら大体できることで。路上の旅行、格上の旅行でございます、はいはい。You should be here という。あ、英語がね。さすがやね。はい、You should be here。あの安田さんは分かりますか。ああ、優秀やねっていう。違う違う違う。違う、それで優秀やねって言いますわ。You should be here ですよ。はい、優秀やねってじゃないですか。あなた、はい、ここ。はい、ここ。声。ああ、じゃあ素晴らしい。うん、はい、うん、あなたはここにいるべきです。うん、まあ同じです、うん。あなたはここにいるべきだからあなたはこっち来いよっていう。あ、なるほど。思ってます。はい、よかった。旅行会社のサイトでございまして、うん、海外でクルージング、豪華のクルージングとか、うん、5つ星ホテルのね、どこに宿泊したとしたら、ごくそうお金がかさみますやん、うん。それがちょっとお安くで行けたりする旅行サイト。新之助さんとこ新しい手打ちになってるね、これ。あ、ほんまや。まあ、ええけど。あ、ええんかい。ほんまや、これ。歌舞伎役者の新の方になってる。で、ノーア・安尾さんのうんうんうん、すみません。いや、いいけど、ね、それは見えるんね。それは見える。格上を路上と呼んだ人は真が真を読めるんね。あ、これは読める。読めるよかった。全然違うもん。でもこの格上と路上はちょっと似てるやん。似てる、似てる。ありがとう。すみません、すみません。ご指摘ありがとうございます。ちょっと作家さんにまた言っておきます。うん、とんでもない。はい、で続きまして。はいはいはい、はい、はい。あ、言わなあかんですよ、これ。言ってください。ただいま、はい、乗務員募集中でございます、はい、サンゴタクシーグループ声を張っていただきました。ありがとうございます。そんな張らなくていいですか。全然張らなくても大丈夫なんですけど。そうなんですか。いやでもありがとうございます。大阪市内走ってますサンゴの、うん、上に書かれたタクシーで、はははは、今デニというアプリしてあります。兄さん、タクシーを呼べるアプリ、うん、知ってる知ってる、はい、うん、あれでね、なんか何曜日かがちょっと安いですね。あ、そう、水曜日が安かった、ね、なんかいろいろある。前はなんか金曜日が安かったとか、うん、そんなのあるんですけど、うん、で、登録したら1500円分のポイントをあげられたりとかね、いろいろあるんですけど、うん、でそちらが、サンゴタクシーも加盟してまして、ほう、で、その、ちょっと忙しいです。そうございます、うん、なのでサンゴタクシーあ、そう、サンゴタクシーなぜ、いや、そうなんです。サンゴタクシーは、うん、35歳の同級生が集まって、うんうん、作ったからサンゴタクシー。すげえ、はい、そんなそんな感心していただくほどのことではないんですけど。それで、いや、そうです。それでサンゴタクシーだそうでございますけど、そのサンゴタクシーさんが、ドライバーをね、募集されてますので、うん、あ、35歳のドライバー。いや、違う、別に35歳じゃなくてもドライバーは別に行くつでもいいです。別に別に全然大丈夫です。いくつでもいいです。定年後でも大丈夫みたいなことです、はい、二種免許持ってるか、はい、あ、二種免許を取るお金も全部出してくれます。おーら、すごい。はい、そうなんですよ。行きましょう。行きましょう。すごいテンションが高くて嬉しいな。なんか逆に気を使ってしまいますけど、私のテンションがなんか低かった。あれ低いんですか。低くないです、低くないです、低くないです。いつもよりかちょっと高く目にしています。そうですか、はい、もんな流行ったらあのピー音とかガオ音を入れるつもりで僕は。え、そんなむちゃくちゃ言うつもりでしてるんですか。うわ、逆にありがたい、いろいろ話聞いたい。あれは言う、ここはカットって言ってください、ね、もうそのまま流しかねない人間なんで。あ、そうです、はい、そうです、はい、なんか悪口言うてええ番組やる。全然悪口言うてええ。いや、かん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 。先週ね、なんでこんな話だったんだって、先週ね、まあ、内場さんの週でね、まあ、本当に久しぶりですよ。そういう意味で言ったら、僕、安兄さんと楽屋に一緒にならしてもらうのも、うんうん、で、まあ、内場さんもおられて、うん、で、たまたま、その、なんかいろいろ悪口言うたやつもおるなみたいな話になっ
ってね、はあはあ、で辻本さんが、ネットで俺の悪口言うてるやつもおるしなという、うん、ことで、それはあの僕のこの YouTube の番組で過去山田亮さんのゲストの時に僕が辻本さんの悪口を言ってたって言うのをねそれをご本人が見たと、ね、ご本人が見て、そういや僕ももう今更何を言ったかとかあんま覚えてないんですけど、で映像を消すことも何ぼれも僕のさじ加減できるんですけど、まあ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 、今しめのために置いてるんですよ、うん、それはやったらあかんなと思いながらね、その時の自分を今しめるためにも置いてるんですけど、だから、この番組は誰かの悪口を言う番組みたいになってるんですけどそう思って安田さん来てくださいましたが、はい、言っていただいても結構です、言っていただいても結構ですが、もう皆さんどこにも言わないでくださいどこにも言わないでくださいと、あと私はちゃんと切りますからいや別にね、あ、はい、そのまま僕はもう褒めちぎりますからいや逆になんかめちゃめちゃ褒めちぎります、逆なんちゃうんかと思われないですか、素晴らしい素晴らしい、よかった、そうよかったいやあの時はね僕生放送やったんですよ、生で配信してたんで編集のしようがなかったんです、ここ今は生じゃない、生じゃないです、これはもう 2回目使ってます、じゃあもう普通にピヨンガオーガオーと入りますね、入れます、はい、もう口読まれても嫌な時はもうここに猫の顔を出すというやつも僕があの自分で編集できるようになりました、身を守るためにすごいなので好きなこと言っちゃってください、はい、もう、はい、生やったらあれね、もう偉いことやった、偉いことっていう、そんな偉いこと、だからここで今録音してるとかいう人はもうほんますぐ消してください、ね、はい、ですか、じゃあ続きは、はいはいはい、でございます、あ、はい、ここです、ここです、これ今これベッドです、ベッド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 ペです、ペですね、ペ、はい、人とペットの幸せを形にホワイトフォックス、あ、発音綺麗にね、ありがとうございます、ペットフード、ペット用品の、はあ、お店でございます、ネット販売もされてることなんですけど、あ、こういうね、鹿肉のフリーズドライ、ちょっと高級なペットフードの、お店でございまして、これはワンちゃんが食べるの、ワンちゃん、猫ちゃん、いろいろありまして、獅子肉のフリーズドライと、これでしたらワンちゃん、猫ちゃんって、ワンちゃんって言ったらもうにゃーちゃんになるよ、にゃーちゃんなんです、本当はねワンちゃん、猫ちゃんってなんか、いや、だからそれは僕も言うたんですよ、うんうん、言うたんですけど、別にそこまでいつもこんな感じの反応なんです、ええやんかって、ね、はいはい、何をこだわったんだあ、じゃあええやんか、はいそうなんです、じゃあワンちゃん、にゃーちゃんのね猫ちゃんでええやんかいやなんか、そう言われたからそのワンちゃん、猫ちゃん、ね、猫ちゃんの、はい、うん、でも本当おかしいですよね。鶏むね肉のフリーズドライとか、こういう、これは、愛犬用のやつなんですけど、おいしそう。愛犬用に対して、うん、愛猫用なのか愛病用なのかどっちなんですかね、これ。あ、愛猫なんですか。愛猫じゃないですかね。でも愛犬って言うたらもう訓じゃ、訓読み音読みあですよね。あ、ってなってきたら訓読み音読みで言ったら愛病なん。ああ、そうかそうか、はい、どうでもいい話、俺がワンちゃん、猫ちゃんでこだわったから、はい、そういう感じで愛犬と愛病で言ってしまいましたけども、はい、こういうものがございまして、昔なんか、メネコメス猫じゃなくていう、映画かなんかがメネコ、メヒョウと、あ、こう、メネコみたいな、はいはいはい、それにあれしたのかわからんけど、はじめさんが、はい、野生姉さんのことを、はい、野生姉さんは女帝やなって言ったことがあったそれは女帝ですよね、ありましたそれはありました、女帝と読むんですよっていうありましたね、ことがありました、ありました、本当に何かもんじゃ焼きを食べながら言うてはりましたね、もんじゃぐちゃぐちゃだもともとぐちゃぐちゃだもん、なおぐちゃぐちゃ女帝やからな、笑いましたね本当にこの間もありましたもんね、はじめ兄さんのエピソードはね、はじめさんはすごい、まあ、その話をちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、まあこういうね、ペットフードがございますので、うんうん、ペットは飼われてますか、ペットね、めっちゃ好きなんですけど、はい、うちは飼ったらダメって言って、あ、そうなんですね、はい、禁止なんですけど、はい、鳴き声はめっちゃ周りから聞いてあ、禁止じゃないんじゃんいや、禁止なんですよえ、うちのマンションはもうマンション禁止なのに、そう、ペット禁止でもニャーニャー、ワンワン言うてる、ワンワン音っていうか声が聞こえる、そうあかんやた、もうたまにエレベーターでこうでっかいのこうやってルール無用のマン
しょう。すごいな。あれ禁止のはず。いや、バレますよね、考えたら。その帰ってきたらね、そのそれがまあまあ、あのちょっとあれになって、はい、あの会議みたいになったんですよ。ああ、ちょっとそのマンション内でね。はい、でその時に、いや、あれはもう家族やから。いや、物言いようやけど。え、もう、家族が言うけどね。それ OK かみたいな。まあまあね。なるほど。逆にこうやっておじいちゃんをこうやって車で教えたらダメですよペットって言われるかもしれない。それは、それは大丈夫。全然それは大丈夫ですか。それは全然大丈夫。家族ですか。いや家族じゃないこんな人はってならないですか。ならないですよ。これは今のはピーヨン。いやいやいや、自分なりに考えて大丈夫大丈夫やと思ってます今。そうか、はい。僕の中ではだいぶピーヨンや。なるほど、うん、結構攻める番組なんで。あ、そうなの。すいません。はい、YouTube 側が、うん、Google 側がアウトって言われるこの可能性もあるんで。なるほど。はい、その時はもう自分で消します。はい、はいはい、こういうねペット用品がございますので、ね、ぜひあと、はい、続きまして、ああまだあるね、はい、広島で、はい、宝石時計ブランドもののことなら、はい、圧倒的な品揃え誇る。めっちゃ読んでるな、はい、俺読んでください。それ読んでくださいよ。ちょっと次のページに行ってる。これ行ってます。行ってください、はい、これは、はい、進化ですか。素晴らしい、はい、進化はジュエリーへ、はい、きっとあなたにぴったりの商品が見つかるはずです。かっこいい。ありがとうございます。もうと、この広島東洋カープの公認のこういうストラップとか、うん、こういうのもね販売されてまして、あの広島で6店舗ぐらい展開されてる大きいジュエリー会社でございます。カープ女子ですかね、これは。はい、そうなんですよ、うん、ですので、もしね、広島にお立ち寄りでちょうど何か欲しいブランド物が欲しいわっていう時はぜひ新川さんの方にお立ち寄りください。よろしくお願いいたします。いや、もうカープ女子で思い出しましたけど、はい、カープ女子で思い出したエピソード。前電車乗ってたら、はい、なんかおじさんがね、はい、なんかカープ女子も大したことないね、ぶっちゃけばっかりやみたいなことを言ってたんですよ、はいはいはい、そのおじさんの顔パッと見たらこんな声。誰が言うてんねんこれ。まあね、言うは自由でございますから。まあまあまあ、誰が言うてんねんですね。ありますあります。柳師匠がね僕に向かってね、楽屋で久しぶりに音、お前嘘だったな、誰が言うてんねん、誰が言うてんねん、誰が言うてん。ありますあるある、あります、あります。いやでもほんま増えましたよね、ハゲが。頭薄なってきてる人。いやそうですね、若手ももうなんか、うん、いやほんまに早めに薄なってますもんね。いやもうハゲばっかり入ってきてる感じもあるし、まあ入りやすいかもしれないですね。ハゲだけにこうツルッと入れるみたいな。でも一之輔兄さんもね、昔はほら室谷信夫さんのこと、はい、あのハゲでいじってましたからね。あ、そうですね、そうですよ、玉ねぎとか言うて、はい、ああもうカツラ取れ、誰だね言うて、カツラ取れ、ああ言うて、はいはい、いうネタをしてはったのがもうされる側や、ね、いやそうそうです。もうでもどうしたらええのかなってちょっと今こう悩んでる時期ですね、私は。ハゲで行くべきか、うん、行かないべきか。だって森助とかみたいには勝てないですもん。いやもうシンプルにハゲやからね、はい、もうで玉木とかはなんかこうハゲやけど、うん、ハゲはなんかネタにならなさそうなやつもおるじゃないですか、うん、で徐々にほらはじめさんとかもそうなんです。気出してる。気出してます。はい。中条さんもちょっと。中条さんなんてもう、ね、すっかすかですよ。ほんま。糸みたいになってる。はいはい、この、いやその僕も大概向こう見えるタイプですけど、もう上に上げてはったら、うん、なんか、影だけが見えてるみたいなもんで、ほんまになんかこう、はい、魚の骨が立ってる感じ。何と表現していいかわからないですけど、悲しなってくるぐらいの。いや、あれを立ててるヒロさんがすごいな。技術ね、うん、立つんだあれが。いや、あれを立ててるヒロさんがすごい。いや、改めてね、うん、そういう意味ではそのこの間60周年の V をね、うんうんうん、あの時の番組あれ見てほしい、うん、中条さんのあの、うん、立ってんのか立ってへんのかわからないぐらい向こうが見えてる、うん、立ってる髪の毛、うん、すごいです、あれを立てて。まあ、あれは技術、パティシエがすごいわ、あれ。いや、パティシエってケーキのこんなにやってるわけ。まあでも近いっすね、あれは。シャシャシャってこう、あれはほんまでも、こう立てていってあれをこうやりすぎたがゆえに、うん、行ってもうたんちゃうかなっていうのを思ったりするんですけどね。まあ、グッカッてこう、グッカッてやるからね、めちゃくちゃ引っ張ってますから、グッカッてね、やるからね、やるからもう多いから心配ないですよね。いやもう多い日も安心なぐらい。どういうことやろ。多い
から安心。いやいや、はい、心配は、いやでも、いやもしかしたら来るんかなっていう。もう袖でたまに、うわ俺もな、ちょっとな、細なってきたわって、もう嫌味でしょ、聞こえへんもんね。いや、ほんま細なって体型やったわ、かる。昔はもっとね、あの、力強い系やったの。はいはいはい。バリバリの、針金のような、はいはいはい、それがもうちょっと、あら、なんか細なって、しなしなっとなってきたみたいな、まあ、ある程度ね、ちょっと力なくなってくることはあるかもしれないですけど、だから、もう癖毛がめっちゃ出だして、あ、はいはいはい、うん、雨の日とかクルクルクルってなるような、なってきたからね、はい、細なったから、うわ、もうそういうなんかちょっと前向きなこと言いたいもん、髪の毛に対して。もうこの雨なんか降って、どこ見とんの。じっとここ見な。雨なんか降られた日にはもう、もう避けるように、人目を避けるように変わりますよ。少ない日も心配や、ね、そうです、少ない、少ない、ね、少ない日も心配やね、いつも心配やわし。すいません、はい、ここ、あとここ最後、あ、はい、そして、はい、これでも森田って書いてある。いや、でもここ読んでた、僕が読むんですか、これ、はい、そして、はい、生命保険と個人の自動車保険ならアクサのスギちゃん、はい、言い方個人法人問わず、はい、医療保険からがん保険、はい、積み立ての保険まで何でも杉ちゃんにご相談ください。 Facebook、はい、で杉原浩二で調べてメッセージをください。 Instagram、はい、ID は、はい、AXA、はい、アンダーバー、わ、素晴らしい、 NO、はい、アンダーバー、はい、SUGICHAN、はい、スギちゃん、待て。ありがとうございます、はい、なお、はい、スギちゃん営業マンなのに人見知りなので知らない方は受け付けませんので、必ずメッセージを添えてご連絡ください、はい、ということですね、はい、そうでございます、はい、現在、はい、これ何て読むの、罹患と読むんです。罹患、はい、どういうことですか。罹患にかかってる、がんというものを患っておられることを罹患という。ああ、そういうことなんですか。がんに罹患されている芸能人とかよくニュースでちらほら見るんですが、安尾さんのがん保険は、安尾さんがん保険入っておられますかという。ああ、僕ね、入ってると思いますよ。そんな感じですか。あのね、あの全部ね、奥さんに任してるんで。あ、素晴らしいですね、はい。もう奥さんはたっぷりかけてると思います僕に。もうそれはね、だって大変なもん、残された人間が後々、うん、ね、ね、旦那さん死んでくれってちょっとでも思えるようにね、うん、いう生活がやっぱ一番ゆとりある生活ですもんね、うん、まあ、その方が楽、楽ですもんね、生きれるかもしれない ね、うん、それで、その悲しなるわ。そのスギちゃんから、はい、安田さんにプレゼントございました。あららら、はい、なんですかこれは。もう、はい、あのちょっとこのクルリンちゃんというのがね、アクサ生命のこのグッズで、うん、キャラクターです。それのグッズでございます。あらー、これ、はい、これはもらえないんですか。これを欲しいですか。クルリンちゃん、クルリンちゃん、あら、かわいらしい。かわいらしかったらこうしてください。かわいらしいで横にしてませんから、ね、いや、寝てる方がかわいくないですか。 なるほどね、うん、こう、いや、どっちでもいい、どっちでもいいんかよ。クルリンちゃん、はい、クルリンちゃん、オリジナルフェイスタオル、はい、で、後継に入ってくださいましたらね、ほ、こういう自動車保険の場合は顔の詰め合わせグッズとかね。ああ、なるほど、はい、あとほうほうほう、ワインをね、ほう、こうプレゼントあらがあるんでございます。ほう、はい、でこれを、まあ、の保険に入られた方にプレゼントしてるんですけど、うん、今日はなんとですね、スギちゃんからメッセージいただきましてですね、こちらのウサギさんがですね6周年ということで、スギちゃんの方からこの白ワインと顔の詰め合わせをプレゼントしてくれて、うん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。6周年でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。大丈夫、どうせカットでしないです。カットしないです。カットしませんが、はい、ということでございまして、うん、あと最後でございます。はい、最後のもう一度、はい、はい、モルタ君フォローコメント、あ、いやいや、それじゃ、それはやり、違いますね。今やりました。今やったやつです。ご自宅なので空いている土地はありませんか。はい、津田建設がすべてお手伝いさせていただきますので、ぜひお問い合わせを。ありがとう。そない声やらないでも。ありがとうございます。でも本当に、まあ自宅でね、ちょっと横土地余ってんねんとかね、いう方おられましたらですね、収益物件に変えるためにもその駐車場とかにされたりとか、どうですか。羨ましい、羨ましい、はい、そんな土地持ってる人。はい、舗装から何かすべてね、うん、全部見積もりもやってくれますので、見積もりが無料でやってくれますので、津田建設さんぜひご検索かけてください。
ください。よろしくお願いいたします。ゴイゴイスの人ですか？いや、ゴイゴイスのその津田さんじゃないですか。はい、ダイヤの津田さん全く関係ございません。岸和田の津田さんでございます。なるほど、はい、関係ないでございます。はい、でこの番組広くスポンサーさん募集してます。どうぞよろしくお願いいたします。ございまして、2016年4月以来の登場でございますから、もう3年ぶりぐらい。16年。ああ、はい、もう前のお店の時でございますね。あ、そうですね。麻生さんに来ていただきました。はい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 、でございまして、もう随分ね、様子も変わったのかと思って、全然変わらないですよね、うん、そんなことないですよ。いや、全然変わらないそんなことないですよ白髪もね、ちらほら増えてきて。あ、そうですか。そうですよ。だって今、今おいくつですか？51ですね。今年になります、ね。51で52でも、なんか老眼どうのこうの言うたから、別に眼鏡かけるほどではない、ね。いや、コンタクトを入れると老眼が出るんですよ。だからちょっと、ああ、そういう風な。ほな、コンタクトをかけたつけた状態で老眼鏡をかけるなあかんと。そういうことですね。うわ、めんどくさ。めんどくさい。じゃあコンタクト外したら？コンタクト外したら、乱視と遠視ですね。何も見えん、見えるんもあるよ。あの、月が5つぐらい生活できないですね。もうビャーってなってる、綺麗な感じ万華鏡のような輝いて見える。はい、いっぱい見える。いっぱい月が見える別の星に来たかねもう、あれだ、じゃあ本当に見えないですね、考えたらそこは。そう、もう裸眼ではそう、めっちゃ近づかんと、わからんから。ほなもう今じゃあコンタクトかけてはっつけてはって、そのコンタクト、その何ですか、老眼用のやつもあるんですか？いや、今ある言いますね、なんか、ね、あの遠近両用のコンタクト、そんなんでは無理なんです。そう、どうなんでしょう、それをしたことがないので。ああ、はい、これもなんか全然普通に読めてはりますから老眼鏡かけないといけないとか、そんな人もあるんですか？コンタクトで老眼鏡かけてても思うんですか？どうなん、はじめさんとかはどうなんですか？あれは普段は、てか、そもそもそういうメガネをかければいいってことですか？ああ、いやでも昔はなんかこんなね、線入ってて、こうやってこうやる感じの、なんかメガネがあったりとかしてました。ありました、ありました。どうなんでしょう、そこまでね、まあ今生活に時はでも若いな思って、51には目ですけどね。いや、でも整骨院とか行ったらね、はい、見た目はもう50に見えへんで、若いっすね、はいはい、でも骨は70歳ぐらいボロボロやないかえ？って言われるぐらい。あ、そうですか。骨は弱い。へえ。そう、な、運動不足とかじゃなくて元々が、いや、腰とか痛なってちょっと見てもらいに行ったら、はい、もう骨はもうボロボロやねって言われて。まあそれはある程度酷使してある部分もありますしね、うん、言うてももう神経筋用意してお兄さん入られて何年になるんですか？やめようかなって言ったので、はい、あ、やめようかの時に入られた。そう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 。ほらまだその内場さんとか座長でもない時ですよね。まだそうそうね、まだYSP とか言って、はいはいはい、うん、その時ですね。その時の座長はどなたですか？座長さんは花木師匠はもうだって辞めようからですから。花木師匠はもう営業の方とか言ってあったな。座長はあれですか、本当に、多分座長が不在な時ぐらいかな。その時は作家さんとかがもう死んでお芝居だけ考えてはったみたいな感じですか？と、作家さんと演出家の、その時、みなさんが、いつも考えてはって、そこに演者が出るみたいな感じで。でも、今田さんとかが入りはった時は、今田さんとか、はい、ああ、なるほど、なるほど。で、そこが、まあ、やったの時に、お兄さん入りはって、やめよっかので。はい、そこから、本当に、もう内場さんとか、山本さんが、こう、ニューリーダーになって、そこから座長になっていく様をずっと見てはって、見てきましたね。うわ、すごいな。そう思ったらもう昨日の、うん、ね、あの最後の内場さんのあの感じとか、どういう一番身近で見てて、まあ言うたら僕らしたら、石田さんとかもうね、いろいろおられましたけど、もう最後残られた二座長じゃないですか。うん、まあでも、いや石田さんもその辞めたっていうか、はい、そんなつもりはないねんけどなって。あ、そうですね。石田さんの時はこんなになんか、まことしやかにさ、明日から石田さんが座長じゃないですよみたいなことは言われなかったですもんね。
いつの間にかなんか東京の方に行ってくださいみたいな感じになって、はいはいはい、ヒロさんの時もそんな感じでしたもんね、なんか、うん、そうね、いつって言うたらいつかというか分からないですね、今回ももう今日までとか、うん、いついつまでみたいなのがあったんで、そうどう僕はもう板尾さんとかは、はい、あの卒業っていうのがちょっとあったんですか、あって、はい、お花束渡してみたいな、へえ、東京行きはる時に、はいはいはい、新喜劇自体をもう卒業して行きはったんで、あの時はなるほど、うん、そういう意味で言うたらまあいろんな巣立っていかはった人もやはるし、うん、まあ、花子姉さんみたいなまだ戻ってきはった人も、花子姉さんとかはどうやったんですか、は、超吉本の時に、はい、東京に行きはって、はい、そのままなんか東京で活動するみたいな、あ藤井隆もね、一緒に行って、そうですよ、藤井さんもそうですね、うん、戻ってきはったじゃないですか、花子姉さんとかは、うん、だから別にその、別に新喜劇辞めはったっていう感覚はなかったんですか、じゃあは、なかったんじゃないですか、ね、いや、僕はもう昨日泣くまいってちょっと思ってたんですよ、いやーちょっとね、でももう、ね、内場さんもちょっともう、はい、感極まるんじゃないけど、はいはいはい、こう来てて、はい、で僕もなんか見ててこうなじわーってなった時に、はい、袖で娘さんそうなんですよ来合って、はい、でもう内場さんがもうぐわーって泣いた時にうわーってあれはね、あれはあれはもう今もちょっとうるっ、いやいや僕はレイチェルが、うん、まあ一応舞台上まあドンチョおりまして、めっちゃ泣いてたなレイチェルレイチェルがぐちゃーってもう顔ぐしゃーってで僕はちょっといじろかな思ったんですけど、なんかそれも変な空気になって、ちょ僕逆にもらい泣きするタイプやから、だからもうレイチェル泣いてるやんけって言うてもそれもちょっとちゃうんかなって思って、ちょうどねレイチェル目の前っていうか、はい、もう内場さんの向こう側に行ってたから、はいはいはい、内場さんいてはって向こうにおってそっちでめっちゃ泣いてるから、はい、めっちゃ泣いてるやん、はい、あいつはと思って、いや俺もうーんとかなってて、はい、で袖でもうドゥーッになったから、もう我慢できる、いやー内場さんあんな泣いてるの初めて見ましたね、本当に、いやお芝居の、うん、で泣いてあるとか見たことあるんですよ、当然ね、うん、フィルインとかで最後もう涙止まらへんねんっていうのとかもすごいなと思いましたけど、うん、あのそうプライベートのあの涙をバチ見せられたらちょっともうダメですね、もう今でもほんまなのはもう、いやほんで、ね、ちょっとね、うん、おもろかったのが、うん、社員さんがお花を用意してはったんですよ、うん、ね、お花を用意してあって、あれってもう分かるんですけど 2つあったじゃないですか、うんうんうん、でユミネさんとメダカ師匠にこうお花を渡したんですよ、うん、でお二人から渡してくださいということをやったんでしょうけど、うんうん、メダカ師匠は自分がもらったもんやと思って渡すつもりが一切なくてで内場さんがちょっと気遣いながら、それ僕にですって言ってで、ちょっと和やかな空気になってで、そんな後ろでもレイチェルが泣いてて、うわ、泣いてて、で、もうちょっとなんか泣くのちゃう空気やなってなってて、うんうん、でも、最後ね、うん、メダカ師匠が、いや、僕のすごい好きな芝居をずっと続けてくれて、うん、これがなくなるのはすごく寂しいけれども、とりあえずひとまずお疲れ様でしたって終わった時に、うん、ちょっとだけね、僕から見て、ちょっとここにこう宇宙さん多分、うん、涙見えたんです、うん、あやっぱりそうでしょうねって、うん、なんかちょっとこれでも、どっちの涙なんねやろなとかと思うんですよ、よう頑張った自分なのか、寂しいな、悲しいでもないしね、うん、悔しいでもない、なんなんだろうって、いやでもまあや、まあね、今までのやっぱずっと思い出っていうか、もうあると思う、やっぱり僕はでもほんま、うわ、寂しいしかなかったというか、うん、なんか座長じゃなくなる内場さんが、なんか僕は座長である内場さんしか見てないから、あ辻本さんもそうなんですけど、僕が入った時は、うん、鬼座の場合はそうじゃないじゃないですか、まあまあニューリーダー言われたからね、はいはいはい、あったからね、だからそこの奇跡を見てはんのと、うん、僕とではもう全然その感覚が違うんですけど、あのサプライズは粋でしたね、安江姉さんがわざわざ娘さんにお花をねこう袖で待たしてね、うん、でもう号泣でした、いやもう号泣のその後の辻本さんが俺娘来んかったって言うからそれがもうそれ、ね、娘来てくれへんかったあれがもうめっちゃおもろかったですねめちゃくちゃおもろかった
もう内場さんがわーなでもう全員がうわー言うてた時にはうち辻本さんが俺家族誰も来てくれなかったわちょっとおもろかったっすね。あれはおもろかったっすね。いやでももう、もう最後の最後ね、最終日の最終日にまず前日にお酒飲みすぎた内場さんがもう最終日だけ死ぬほど調子飛ばしてはって声の調子悪い言うてそれを舞台上で安井さん怒られるとかねおもろでしゃあなかったんですけど面白かったね。いや楽しかったな。楽しいお芝居でした、うんうん、で先週の辻本さんの週はちょっとこうなんすかね、泣かすシーンガンガン最後お芝居バーンやるからみんな逆にそこで泣いてしまってて、もらい泣きもらい泣きお芝居の泣きが強かったからなんかちょっとその他も泣いてるどうのこのがちょっとまあ種類が違いましたけど、今回の内場さんのあので最後も挨拶されますかみたいな一応会社は言ってたんですけど、いやもう別にみたいな、一般のお客さんには分からへんやろうしって言って、なんかそこのねちょっとさっとした引き際の感じもね内場さんなしなっていう、なんか大きい思い出とかって何ですか、そのリーダーなってニューリーダーなってっていうところのあの変わり目とかって、オープニングとか、はい、なんかあのニューリーダーの時ってそのいちいちこう僕らがローラースケートバーってローラースケートやってたで、その後あの内場さんが登場みたいなのとかがあってお芝居始まるみたいな。えお芝居の最初がえオープニングでパラララパラ、うん、じゃない、じゃないだってもうなんやったらもうタタタタラタタタタラタみたいな曲が流れながら、はい、もうあの若手がザーってローラースケートとかした後にニューリーダー3人がダッと出てくる。そんなオープニングやった。はー斬新、うん、斬新というかついてくるんですかお客さんは。そのようわからんじゃないですか。えって何これ。まあ新しいことをしようと思ったかわからないですけど。はいはいはい、そんな当時のオープニングとかが記憶にありますね。まあでも会社側からしたらもうこいつらで今からこれからはっていう感じで。だから座長制度をなくそうみたいな感じになってて、はい、座長じゃなくてニューリーダー。はいはいはい。新しいリーダーになってたから、はい、その時は。はいはい、はい、まあでもそれを形上はやっぱり座長にしようってことで座長ならだったんですね。うん、最終的にはもう座長になってくるんですね。もう座長、もうそのニューリーダーにとも二十何年ということを言っておりましたから。そう。まあ。やめよっかな、はい、それぐらいのね、さ。やめよっかなの時に辻本さんが言うてはったのは、なんか T シャツ着て街頭でチラシ配って。ああ、トレーナーとかね。いろんな。あの、恵比寿さんが書いた、はい。エビスさん書いたんですよ。エビスさん、はいはい、エビスさん、エビスさん、あ、エビスさんで、あの漫画家のエビスさん、ああ、わかりました。僕はもうエビスさんじゃない、東海エビスのエビスさんが、そんなエビスさんじゃない、エビスさん、あ、商売繁盛じゃないですね。じゃないですね。エビスさんが書いた、はい、でやめよっかなキャンペーンみたいなのが書いてある、はい、トレーナーを着てみんな走るみたいな。え？走るだけですか？うん、もうみんなこうバーってこうもう何をしてるんですか？走るだけ？こ見て、これもう宣伝やね。T シャツあれこのトレーナー見てください、これを見てください、やめよっかなキャンペーンですよ、やってますよっていうのを、はいはい、もうだからもう T シャツとかトレーナー自体がもう宣伝、あで それがもう何十人とが走るから、それどこですかこの界隈、もう界隈2丁目の周りとか、はい、2丁目劇場があった頃に2丁目でその YSP っていうのが稽古してたんよ。はいはい、 YSP 吉本、スーパーねYSP 吉本新喜劇プロジェクト、ああなるほど、うん、スーパーじゃないです吉本新喜劇プロジェクト YSP、 はい、 YSP やってたの、だから辻本さんも最初のうちはサインに YSP って書いてあったからね。へえ、うん、ああだから皆さんそういう YSP という中にあって、うん、YSP の1期生とか2期生とかなってて、小西さんは何期生なんですか。僕は1期生、 YSP1 期生、うん、大崎さんとかが、はい、オーディションの、はい、審査員で、はい、でそこでなんかやって、まあ、まあ、小西さんも NSC からすぐ新喜劇、 NSC 卒業して1年空いてからかな、僕22歳で新喜劇に入って、ああ、その別に漫才とかやったとか、そのコンビでやった NSC の時は漫才やれって言われてて、はい、で一人でピンネタっていうのは
やりだして、はいはいはい、で、1年ぐらいは大滝エージェンシーとかあったからね、はい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 、なんかそんなところで大滝エージェンシーとかいたんですか、あのすごいな、イベントとかやってるのに参加したりとかしてて、はい、新人オーディションで入ってきはって、うんうん、ああこれもそうか、あとからもずっと新人、そうですね、 ISP からね、はい、長いな、それもじゃあもうもうほんまに新喜劇も一番底辺とかこうぐーっと徐々に上がってきて、ね、東京行ってバーン行ってやめようかな、やめ、何人やったかな、梅田花月何人か、はい、8万人やったかな、お客さん呼ばへんかったらもう新喜劇やめますみたいな、はい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 、そんな企画やったよね、あれ、あ、それはその1年間で、1年やったかな、1年とか何人か入れへんかったらもうやめますみたいなん で達成みたいな、はいはいはい、そのままかーって、ああでもそのキャンペーンやってる芸人もまあまあ必死ですよね、うん、そう考えたら、でも新喜劇自体はあんま僕今のね新喜劇座員にもうこういうのできんやったら やめようかなキャンペーンなるぞみたいな、うん、いややめるぞみたいな感じのことやったら多分新喜劇おらないやばいから、あの千原兄弟とかもおったからね、ああいやでそうじゃないですか、だからその時のやめよっかのキャンペーンの人たちって、うん、新喜劇に対してそこまで熱量ない人が多くないですか、わあもう多かったと思う、何が、ね、なんか分からんまま入れられた人も多いですよね、多いと思う、でも今のその新喜劇の人間がそれをさせられるのはまだ分かるんですよ、なんか熱量もあるし、あかんあかんなくしたらあかんだよみんな、おいちょっと一丸となってって言うんですよ、内場さんとかはもうそこがやりたくてって言うて入ってはった人、研究生でいてはった人だから、あ、そうか、うん、もうそこはもう逆にその熱量ありますもんね、うん、辻元さんとかも同じ時ですか、辻元さんとかもやめようかなの時ですね、オーディション、だヒロさんとかも、はい、そうか、芸歴さあるけど新喜劇入ったらほぼ同じぐらいなんですね、新喜劇自体は一緒ぐらい、そう、ずっとこうなんか言いながら走るんですか、それは、あれ新喜劇見に来てくださいみたいな、言ったかな、でも掛け声とかはしてたような気がするんやけどな、ああ、もうバイトとかしながらでしょ、だから声出す発声も兼ねてみたいな無理やりやん、無理やりやん、そんなほんまに発声の練習にはならんでしょ、そんな、いやでも声出す発声も兼ねてのランニングみたいな、はいはいはい、腹式でみたいないや、走っ、変なやつやんもん。なるほど。それで走るよ。レッスンしながら。そう、ってみんな、みんな疑問、みんなプレッシャー。いや、そりゃそうでしょ。みんな、って思いながら、やるやつ、やってる、やってる、やってると思うんですよ。なるほど。面白いな。でも、そういろいろ苦労あったから、余計に感慨深かったやろうなとは。もう僕らがごときのね、涙なんかよりも、ものすごい熱いもんあったんちゃうかな。あんまりこう、ね、安さんとかこう泣いてはるイメージはないから、そういうのにこう、うるっときてはるイメージないから、なるべく他の人見ないようにしました。僕はでもほんま、あの最近特にめっちゃ涙腺弱い。あ、そうですか。年取ってきたら、もう、年取ってきたら、年取ってきたら、はい、いや、もう年取ってきたらでいいんじゃないですか。いや、もうすぐ泣く。僕ももう涙もろいんで、うん、もうすぐ泣きますけど、ほんまに、あの山本奈美ちゃんがむちゃくちゃ泣いてたんですよ。あ、もう5の9 うわー言うて、いや5の9 59やないですか。もうむちゃくちゃ泣いてあったから、いや大丈夫って言いながらも僕も同じように泣いてしまいましたけど、いや何の涙かがよくわからないです。なんか寂しいのかね、悔しいのか切ないのか、なんかよくかただただほんまに涙出ましたね。あ、でも、お疲れ様、お疲れ様でした ね、本当ね、まあこれからねまたいろいろあの、うん、ね、刺激が変わっていきますから。僕の中で言ってたあれですけど、あの王立新喜劇の感じやったんよ、はいはいはい、あ、この間のあの雰囲気、あの舞台上で、はい、王立新喜劇のメンバーやなって。ああ、後藤博人さんがね主催されてた王立新喜劇というのは過去ありまして、うん、5年6年ぐらい前ですか、うん、ね、あの100年芝居の前の時やから、はいはい、だいぶ前になりますけどね。そうですね。うん、その王立新喜劇のメンバー、花子さんがおれへん。ほんまですね、うん、もう初期の、はいはいはい
そんな感じやって舞台上。ああ、そうです。もうファミリーの設定でしたし。ユミ姉さんって、はい、目高兄さん。そこも夫婦やったし。で、内場さんと安江姉さんで、はい、で僕が通ったら、はい、もうなんか王立新喜劇っぽいなーって。ああ、はいはい、うん、あ、なるほど。なんかちょっと逆にこう時間がもろたみたいな感じ、うん、抑えたり。わあ、王立やりたいなっていうのは。あ、まあね、またその後藤さんとかをね、新喜劇やりましょうって言いそうですけどね。ちょっとあのこのコーナーに行きたいと思うんでございますけども、うん、レコマンデーションロースビーこのコーナーはゲストの方がお写真を紹介するコーナーでございましてですね、あちらの方の大きいモニターに、ご注目くださいませと言いまして、うん、本当に初めに忠告してた通りですね、うん、お腹が痛くなってでも大丈夫です、大丈夫です、代わりに行こうか。いやいや、意味ないな俺が行かんと意味ないね、うん、代わりに行ってください、うん、まず1枚目でございまして、こちらでございます、ドン。お、はい、これはバンドマンと。そうです。何のバンドですか。そうそう、僕あんまりもう分からなくて、ドラマチックアラスカっていうメンバーなんですけどね、はい、あの神戸の出身の人が、はい、ドラマチックアラスカ、うん、神戸出身で、はい、アラスカ出身みたいな。いや、アラスカじゃないですけどもうほんまにインディーズで、はい、頑張ってる人たちなんですけど、ね、めっちゃ好きなの。好きなんですって言ったら、もう今度見に来てくださいって言って、はい、で見に行かしてもらってね、はい、でその時にあの差し入れであのポールウィンナーを持って行ったんですけど、なんでなんでなんでロックバンドでしょ。神戸の人間はね、ポールウィンナーが大好きなんですよね。で、ポールウィンナー好きでしょと思って言ったら、そんなことないですって言われた。いや、そりゃそうでしょ、なんでってなるでしょ。いや、もう差し入れに持っていくやつですか。いや、ポールウィンナー打ち上げとか絶対、あ、まあ打ち上げにはね、もうお酒のあてなんかバッチリでしょ。あ、まあまあそうかもしれないですけど、なんでと思って、まああの持って行ったんですけど、まあ、パッとしてへんやん、もう喜んでる顔をしてへん。大事に食べますって言ってましたけど大事に食べます。賞味期限早いからね、言うても。いや、もうね、インディーズのバンドとそういうご交流がある。はい、うん、いや、あのまだあのドラマチックアラスカってね、はい、あの調べてちょっと聞いていただいた。きっかけは何ですか、このバンドを知るきっかけは。は、ね、でもたまたま聴いた曲がもう、はい、すごいハマった曲で。へぇ、うん、なるほど、ドラマチックアラスカ、はい、ぜひぜひ、じゃあ皆さんもね、はい、応援してあげてください。聞いてあげてください。もらいたいと思います。はい、ありがとうございます。神戸出身でね。はい、アキナ君の、はい、マンモスター、アキナ。アキナ君、おるじゃないですか。はいはい、2人ね、はい。あれ、あの2人がやってる、その、バンドのなんか、ハックスマンモスター、ね、バンドの、はいはい、ね、その中に出てはった人で。あ、そうですか。で、俺好きやねって言ったら、はい、あの、秋山君が、はい、あ、じゃあ僕、ちょっと、あの知ってるんで紹介しますみたいな、とこからもう、はい、あ、そうですか、はい、毎年あの2月には明けましておめでとうございますって送って。なんで2月1月に送ったっけ。で、安尾さんから LINE が来たら、はい、もうあのバレンタインを思い出しますって聞いてずらし上手な言われ愛のメッセージを。なるほど。じゃあ続きましての写真でございます。ドン、はい、こちら。これね、何ですか、ビンゴシート。これね、あのビンゴ、あの知り合いの方にあの新年会に呼んでいただいて、はいはい、でそこであのビンゴゲームをしたんですけど、はいはい、あのよ4つリーチにあの4列リーチになってるのに結局当たらなかったっていう最後の最後まで悔しい最後の最後まであの4列リーチがこんだけ空いてて、はい、最初の方にリーチになってて、ああ、そうでずーっと立ったまま、あんまり立ってるけど、ずーっと立ったまま、もう立った状態、まあ、いやいやな、もう長いことずーっと立ったまま、もう結局あの当たらなかったっ悲しいビンゴシート。それだけのビンゴシート。いや、どれか来るやろ、普通ね。もう、悔しかった。そりゃ悔しいです。もういくつ、はい、何しても大丈夫なぐらいやのにこんかったんすね。どこか来るやろぐらいね、もう。あ、じゃあそういう、なるほど、そういう写真です。悔しいな。じゃあ続きまして、見てても悔しいな、これは。はい、これね、あのハンコですか。あのヘビイチゴの高橋くんの知り合いが、はい、ハンコ作ってくれたんですけど、はい、これだけだと分からないんですけどね、
この次の写真を見たら、はい、押したやつが、はい、あるんですけどね。作ってくれるんですか？消しゴムなんですよ。消しゴムの、はい、消しゴム、はい、消しゴムをね、こう彫ったやつでハンコになってるんですけど、はい、はい、こんな感じです。はい、クイーンのメンバーの一人になってる、はい、ちょっと待ってくださいよ、はい、ブライアン・メイの言っちゃうんですよ、ね、すごいな、はい、安尾と言いますが、あれへんがな。これもあのギャグのハンコと別にね作ってもらった、先を横にあったやつ、はい、横にあったやつです。はあ、味のある字で、はい、安尾と言いますかと、はい、あの字のやつと味ありますね。これってその消しゴムで作ったこういうハンコってどれぐらい使えるもんですか？もう半永久的ではないんでしょう。いやー、でもまだそんなにいっぱい押してないので。ああ、まあ分からないですけど、なんか間違って字書いた時パッて消しゴムで使ってしまいそうです、ね、いや、そでしたらもうすぐ削れてしまいましたねそんなことは絶対できない、はい、絶対やったからね。すごいです、ね。まあ、じゃあちょうどいいわこれ消せるから言うてたらえらいこと減ってきますもんね。高橋君がね、はい、あの同じような感じのハンコ持ってて「いやめっちゃいいやん、はい、俺も作ってほしいな」って言ったらもうすぐ作ってくれたんで。いやでも難しいですよ、そのクイーンのメンバーのこのもう難しいですけど、うん、安藤さんの顔ってあんなパパッとすぐ、うん、あれぐらいでいけるもんなんですね。写真からなのか分からんですけど、どっからなのか分からんですけどね。面白いな、はい、いやただこのバンドのメンバーで安藤さんって絶対売れてないでしょ申し訳ないですけど意外とええ声かもしれない。いや声歌う方、声、いやもうフレンズ似てるやん。ええ声かもしれない。ええ声歌う方やったら響く声かもしれない意外となるほど、すいません続きまして、うん、お願いいたします。トン、じゃあ、これね、はい、車崎神社ってあるじゃないですか。車崎神社あります、ありますあのね、車崎神社の近くに同期の NSC の時に、はい、同期やった時に連れて行ってくれたんですよ、はい、その同期やった時にって NSC に同期やったの同期やった人がコラーゲン配合マンって、はい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 、うん、あのワンワンにそう、はい、が同期で、はい、でその子が車崎神社ってあんねんって、はい、一緒に行けへん言って連れて行ってくれたのがその車崎神社で初めて行った時やねんけども、はい、それが今年も、まあ、毎年というか、まあ、行ってるのは行ってるんで、ね、あ、それが行ったんですね。その時に、はい、この麦わらの一味があったのね。はいはいはい、うん、すごいな、うん、で麦わらの一味があって、はい、これジンベエがまだ仲間に入ってない時やったの、その時は。はあ、でもワンピースでね。でも麦わらの一味でジンベエって名前があって、はい、あ、もうジンベエ仲間やんみたいなあ、なるほど、逆にこれでもう仲間になるなんて知ってもうた、うん、もう仲間入るやんってなって、はいはい、で、パッと見たらロロノはゾロって書いてあるんだけど、はい、ゾロは悪いが俺は神に祈ったことはねえみたいなことを言ってる人やのに神社行ってるっていう。いや祈ってるやん。祈ったこと祈ってるやんみたいな。えら祈りやん。そう。なるほど。そういう。そう、それでも面白いな。そのモンキー・ディ・ルフィー、ね、うん、この、まあ、ワンピースのメンバーがこうやって送ってるということを、うん、まあ粋にやってるんですよね、考えたら。そうね、でだからこっち側には「週刊少年ジャンプ」と書いてありますから、うん、横にこっち側ね。じゃその「週刊少年ジャンプ」の横には、うん、桂寂三郎だっていうねものすごいなんかきっちりとした感じの方がおられるって面白いな。うまいね。これでも一個いくらぐらいなんでしょうね。今ね、僕が初めて行った時は1万円やったのが、はいはい、1万3000円ぐらいで今。ああ、でもやってくれはるんですね。そうですね。僕も名前書いてもらってますけどね。はい、その写真を撮ってきてないっていう、ね、撮ってへんのかよそう、麦わらの一味がなんか横こればっかり、これ ばっかり気になってて、なんでね、なんで自分の撮ってこなかったやろ。私の好きな一味かなんかにしといて安尾慎之助とか無理なんですかね。面白いねおもんなかったやろおもんなかったから言うたやろ。ちゃあどうも茶飲むぐらいおもんなかったから。続きましていきましょう。ドン。これね、はい、
吉田さん、吉田豊君、西梅田議員ね、はい、顔を洗おうと思って、はい、洗顔止まった歯磨き粉歯磨き粉ああ歯磨き粉間違って出して磨いてほしいな、これで顔を結局ね、この後、はい、いや、綺麗に撮れるんちゃうか言うて、はい、磨いたりいやー、ヒリヒリするヒリする当たり前やよねすごいな、真っ白なんて研磨剤、研磨剤入ってるからね、うん、でみんながね、写真撮ろう、写真撮ろう、動画撮ろう言うて撮って、はい、で、誰もアップしなかった誰も何も言わへん何もなかった結局こんなことなかった結局誰も何も言わへんかった、うんうん、それがもうちょっとかわいそすぎるやん言うで今で今言うなるほどせっかくですからせっかくせっかくですからのなるほどそうそうそういい顔してますね吉さんもね、もう間違ったやんって横の刈り上げはおそらくユミネさんにやってもらった間違ったやんかみたいなありがとう続きましてのお写真でございますはいこれね、チャーリーさん、チャーリーさんがこれ差し歯が飛んだ。すごい。時のえチャーリーさんもうこんな歯あれへんの。差し歯がはっ言うて、え？もう舞台上ではっ言うて、え？はっ言うて、え？舞台上ではらはらみたいな。いや。その歯はいつもなんかかぶせかなんかしないんですけど綺麗な歯してあるなと思ったんですけど入れ歯かなとか思ったんですけど差し歯やったんですねその歯がもう取れた時のうわ大間抜けですねすごいなでもみんなが写真写真言うて、はい、そんなもんお前がこんなもん取られたの恥ずかしいやないかいって、はい、でカシャってやった瞬間にポーズ取ったいい顔してるかなめっちゃにこやかいい顔してるわにこやかにポーズ取ってくれた、前歯こんなあれへんのですか速攻歯医者さんに電話してましたけどね。いや。いつ行けるー言うて。いや悲しかったでしょうね。前歯もう二本ともあれ。いやーこんなんない。何でご飯食べれてんのかなみたいなね。こけてとかですか。もうただの虫歯なんかね。いやわかんないですよね。もう一気にグレード落ちますね。これなんか。なんかすごいなチャーリー言われてんのほんまにすごいななんか悪い言葉して出てこない今もう言ったらあかんなっていう言葉して出てこないいや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 言ったらあかんよ、ね、言ったらあかんそれはもう言ったらあかん、なんかこんなのいやありがたいです逆にね、うん、こんななのに舞台上であんだけ喋ってはって元気よくこの間60周年でも ね声大きいし、うん、仕切ってはったし生き生きしてはったね仕切ってはってみんなが迷惑やと思われてたし、先ほどの一番最初のやったお写真を最後のこちらでございます。どうも、はい、こちら僕先ほど持ってきてくださいました、はい、こちらのこれと同じでございますけども、3月20日、20日、はい、ザザハウス、ザザハウス、はい、前なんか大丸でとかやってありませんでした。ああ、ギドラね。あ、はい、あれはギドラ。ギドラ。で今回は。ABC ホールでもやりましたね。あ、そう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 、ね、はいはい。今回は小ギドラ。なんで？小屋がちっちゃくなったかってことですか？ちょっとね、はい、なんですかもう芝居前まではちょっとお芝居っぽい感じでって言ったのを、はい、もうベタベタでもう、はい、ベタなことわかりやすいのやろう言うて。はい、はい、昔ながらのコントやります。やりましょう。はい。って言って、ね、小ギドラ。ああ、皆さんいいかっこいい写真を、ね、本当に。スーツでビシッと高山さんもねなんかもう洋服のアイメラモデルかなというぐらい決まってますよで、この後すぐ CM が青山からあ、青山、決まったんですかいや、青かよ何やねん、何やねん何やねんいやいや、せやろ思ったけど何やねん夢みたいやなって言いたかったよね夢やから言いたかったよねコナンフィニックさん夢や言いたかったよね3月の20日、夜8時からです、はい、8時から結構遅い時間でございますねそうですね、チケット2000円発売中ですね、はい、はい、ぜひぜひお願いしますはじめ兄さんね、はいコントをやられるというなんか前回もなんかはじめ、なんか高山さんがちらっと聞きましたけどはじめさんがもうどこのセリフを喋ってるか一瞬分からなかったみたいなそんなことがあったんですかいや、まあまあ、ただただただあるまだまだまだって感じのまだまだあったりとかまあね、いろいろ面白かったですね、打ち上げで1日前に打ち上げがね思
ろかった、いや内場さんがね、うん、面白いやろうって言ってね、うん、で安尾さんとはじめさんと僕が、あとまあ後輩が遅れてくるってね、いうことがあったんで、うん、3人で座って喋ってたんですね。そうそうそう、突然ね、あの2世タレントは楽やなって急に言い出して、いう話をね、人として、そうですか言うて、もうしんどいんちゃいます、いろいろあるんじゃないですかみたいな、いや、二世タレントはまあまあね、そのチャンスは多いよっていう話をしたんですね。で、はちみつさんとかね、うん、おられる、あ、うん、まあでもそうなんで、もやっぱり才能は受け継ぐもんですねみたいな話で、ミキもそうですね言うて、うん、で、ミキね、兄弟漫才のミキが ね、ミキもそうですねって、えって言って、いやいや、上岡龍太郎さんの甥っ子じゃないですかって言うたら、どっちが、いや、どっちもやわ。どっちがっていう、いや、どっちもや。兄弟や、あれ。なんで片っぽだけちゃうとかあんねんよってね。森田君も、ま、はいや、どっちがはなんじゃこの人。一滴も酒飲んでへんのに。何の話してんねん、この人。いや、もうあれは面白かったね。そういうね。天然ぼ、ね、天然ですか、ちょ、はじめさん天然なんですかって言ったら、それはお前らが決めることやってる、ね、ほら、俺が決めることちゃうってほら、もう天然やそれが分かる自分で決めることちゃうってあれがよく分かる、いまだに謎なんですよ、いや、ほら、もうあんた天然やでって俺言ったら、もう天然ですよって、いや、もう面白い、人の神語録はほんますごいですけどね、はい、もう、はい、もういっぱいあるんでしょ、もうね、あの、新婚旅行行くって言った時にね、はい、はじめさん、どこ行くんですかって、ハワイ、ハワイ、何泊行くんですか、あの406日って1年以上406日1年以上行くのすげえ、むちゃくちゃやん、面白いな、面白い、すごい面白いですね、あの色のあれもね、あの、あの色違いを持ってるよね、僕がね、あのクロックス履いてて、はいはい、あの黒と赤のクロックスを持ってて、はいはい、おお、そう、色違い持ってんだ、ね、俺、あ、そうですよ、黒と黄色、何色や何色や何色や、それそう、黒と黄色、ここ黒と黄色何、面白いですね、でも、もう我々後輩がね、ちょっといじるとちょっとムッとさせて、ね、人を選んでもらえる、携帯ゲームとかあんまやらへん言うて、はい、あんなやりだしたら中国になる中毒差別してる、それは中毒、中毒でしょ、まあね、面白い、それなのイベントをやった方がいいんじゃないですか、すごいすごいよ、すごいです、いっぱいある、もうね、もう全部こう安尾さんはもう本を一冊の本にできるぐらいを食べ込んでおられる、一冊どころじゃないかもしれないね、あの時もそれをそのどっちっていうのを発動した瞬間にもで携帯で買って打ち出して、はい、で僕も忘れないように学園ニュースとかもしかしたら遅れるかもしれないからバーッと打ってたら全員3人が打ち上げるのに全員携帯触ってて、で、なんではじめさんが触ってるかわからなかったですよ自分も記録しとったんだよ、いやいや、わかりますけど、あとこれだけじゃなくてね、はいはい、やそに僕の告知もありまして、3月の、うん、26日の火曜日夜7時半から、梅田にございますナレッジシアターで、インプロマニア9ね、うん、イベントがございまして、チケットは絶賛発売中でございます、2500円でございます、お客様からお題いただいて即興でコントをするというイベントです、この度久しぶりにメダカ師匠も参戦が決定いたしました、ゲストはジャングルポケットの斉藤君と ANNB48 の、石塚ちゃんでございますので、ぜひぜひお越しくださいと、あとですね、呼んでくれへんねん、それね、インプロマニアはね、これなかなか、まだバスターズとか今モニターズとかあるので、まだちょっと裾野を広げつつあるので、まだぜひ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 ね、であとね、今回ちょっとどうしてもちょっと告知をしておきたい、4月の23日からですね、5月の6日まで、祇園花月の方で「重、う、蔵、ん、の覚悟」というね、あ、夜芝居の方で、あ、出るんすか、出るんですけど、お、出ますやん出ますやん出させていただきます、すごい、安お兄さんが出られるっていうのは僕はちょっとおおと思いましたよ、へえ、はい、うん、告知でね、祇園花月で、この度安お君も出てくるので、安おさんが出んねやんと、急にこう層がグッと熱くなった感じを出すので、楽しみです、どんな感じになるのか ね、楽しみでございます、はい、ぜひぜひ来てくださいということでございまして、何か最後言い残したことはございますか、重蔵の覚悟、はい、見に来てください。
やこっちやろまず。その前にこっちでしょちょっと。その前にね。小木ドラ。小木ドラをね、ぜひぜひ見に来てください、はい、ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。